今日皆さんに紹介したいコンセプトは、ニューヨークタイムズベストセラー作家のニールエアルさんが10分の法則って呼んでいる、ね、10分我慢することができたら怠けていいんだよっていうコンセプトです。でちょっとね、僕、撮影中には知らなかったんですけれども、彼もこれ10分の法則って英語で呼んでいるんですよね。なので、申し訳ないんですけれども、ちょっと撮影中に勝手に10分我慢する法則ってネーミングさせていただきました。いや、でもね、本当にいいコンセプトなので、ね、Let's learn this! Alright, thank you so much for checking out Chris's room. Cool one ne. 10分経ったら怠けていいよっていうこの説について話していきたいんですよね。やっぱり僕たちはね、やる気を高めて行動力をアップして努力を続けて自分が向かっているゴールにたどり着く、ね、やったぜ、ね、それは受験の宿題とか受験を受かることとかね、仕事とかね、中にはその家庭のことかもしれないよね、自分の子供のケアとかね、だから僕たちはいろいろ自分が望んでいるところがあるんだよね。で でもやっぱり人間だから自然に楽なことを選ぶと思うんだよね。本当に僕もそうなのよね。例えばねなんか、なんかね。宿題をやるか、ビデオゲームをやるか、どっちやりたいって僕に聞いたらいや。間違いなく苦手でやりたくない。宿題かね。 ね、得意でやりたいゲームかって言ったら僕はゲームを選びます。ね、なんか週末なんか怠けるそれか,なんか掃除したりとか勉強したりとか,、ね、なんかどっちを選びますかって言ったら普通の人は怠けを選ぶと思うんですよねで皆さんご存知だと思うんですけれども怠けっていうのを、ね、選んでいくと僕たちは新しい線を脳の中で。でま 重ねていくっていうか、ね、一回怠けるのはまだ習慣になっていないんだけど、ね、この怠けを毎週怠けているとか、毎晩怠けているっていうのを続けていくと、これが、ね、線になって重なっていって、脳の中の高速道路みたいになってくるんだよね。 ね、本当に脳の中にはタクシーの運転手が、ね、6人しかいないから僕たちがコントロールできるタクシーの運転手が、ね、だから、ね、いきなりいや今日今週末怠けるのいや諦めて、ね、勉強しますって言ったらタクシーの運転手が何言ってんだよっていつも高速道路乗ってんやんって下道は困るんですよ早くこの楽なの行きましょうって。 ねで怠けをもう一回選ぶんですよで特にプレッシャーがあるときねこれは仕事のプレッシャー精神的なプレッシャーとかねこれストレスあの寝てないとか食事が足りないとか上司から怒られた恋愛関係がうまくいっていないとか夜疲れてるときねこういうプレッシャーが入っているときこそ僕たちは怠けを選びやすくなるんですよねもう本当にこれタクシーの運転手が急いでくださいよ次のお客さんがいるんですから早く行きたいところ選んでください今下町なんて新しいやり方それなの無理なんですいつもやってるあなたいつも ウォーキングレッドを、ね、ネットフリー YouTube 見てるでしょ寝る前にそっちを選んでくださいみたいな感じになるわけよプレッシャーが高いとねでもでもプレッシャーがなくて、ね、他のお客さんがいなくて、ね、今日やることはこの1つだけ10分だけ自分の人生で大切なことをやればいいこれだけやれば僕は性格性格丸なんですもうあとはのんびり怠けてもいい10分だけ自分がやらないといけないことをやったら 僕は稀なんですって、ね、自分に言うそうすると、ね、例えばタクシーの運転手さんにそう言いますと「分かりました今お客さんがいないから本当に下道やりたいんだったら特別に下道で新しいやり方を学んでいきましょう」で今日皆さんに説明したいシークレットツールはですね10分経ったら怠けていいよっていうコンセプトなんですよね。10分経っったら怠けてていいよって どういうことかっていうとね普通の場合は10分自分がやらないといけないことをやったらね怠けていいよって、ね、10分ジャーナリングやる勉強する、ね、運動するとか、ね、そしたら僕は丸なんだよってで10分できなかったら私は罰なんだよってこのアドバンステクニックでね何にもしなくていいんです。 ね、だからネット振り見たい YouTube 見たいって言ったら OK!10、OK! 分後10分経って10分後に本当に怠けたかったら怠けていいよってねだから何をやるかっていうと、ね、脳の中にはニオコーテックスコーテックスって言われる人間の脳っていうのが人間の脳の部分があって中にこの動物のね爬虫類爬虫類の脳もあるけどこの動物的な脳があるんですよねでね自分たちが ね、このコーティックス、ね、新しい脳を使って、ね、やらないといけないことをやろうとか怠けるのをやめようってなってその情報が脳に入ってくるとこの扁桃体っていうところもうすごい関係があるんだけどそれ何が脳の中で起こるかっていうとまさにこのタクシーの運転手さんがそれ嫌ですって言うのね,ね慣れていることをやりたいんですって、ね、で脳の中でエピネフリンっていうのがリアルに流れるんですよ。 ね、で僕は本当に個人的に経験していると約、場合によっては、ね、変わるんだけど、約2分から3分経つと、このエピネフリンが流れるのが終わるのね、止まるんですよ。だから、自分がやりたいことがあるんだけど、できないっていう時に、ね、罪悪感を感じたり、抵抗感を感じるでしょう、これ、罪悪感の前だよね、抵抗感感じるでしょう、これやらないといけないんだってなって、あやりたくねーなって、これ、抵抗感でしょう、これはエピネフリンなんですよ。 ね、エピネフリンというようなアドレナリンね、ストレスホルモンが脳の中で流れると、エピネフリンって呼ばれているんですよ。で、リンビックグラインドっていうのがあって、ね、これはドクター・ヒューバーマン博士、ね、あのから教わった、スタンファード大学のメディカルのねあの、この脳の中でリアルにリンビックグラインドっていうのが起こって、ねで、その抵抗感を感じてるわけなんですよ。Okay? なので、今日のハックは、ね、ハックっていうか、ね、ぜひ試していただきたいのは、すごい効果あるよ。 ね、このシークレットツールっていうのは、ね、自分が例えば怠けたい、ね、ビデオ見たい、テレビ見たい、YouTube 見たい、ジャンクフード食べたい、ラーメン食べたいってなったら、ね、10分我慢してください。10分我慢。これに、ね、10分我慢する法則って呼ぶか。ね、いいね、ネーミング。ね、バチクッドだよ、ね。10分我慢するわけよ。すると、 ね、何が起こるかっていうと、このエピネフィリンがリリースされて、でこの10分の間、でそれがさってなくなっていくわけよね。で、この、ね、ドーパミンとかも、あこれ、ね、例えば、あーラーメン食べたいなっていう時に、ドーパミンがリリースされるじゃん。ね、ドーパミンっていうのはあの、ワクワクホルモンって言われてるんだけど、ね、本当はニューロンモジュレーターなんだけどね、あのドーパミンっていうのは。で、どういうことかっていうと、例えば、Facebook チェックしたい、ビデオゲーム見たい、YouTube 見たい、ニュース見たい、朝起きたらテレビ見たい、ぷちゃーって、ね、これ、ドーパミンなんですよ。 でドーパミンっていうのは限られてるわけよどのぐらいど自分のレベルのドーパミンレベルっていうのがあってドーパミンが高い人は行動力バンバン半端ないわけなんだけどドーパミンが低いっていう状態になっているときはその行動力が低くてやる気が出ないっていい罪悪感を感じたりとかねで今度セロトニンが流れなくなっちゃうからまあまあセロトニンは置いときましょうねポイントはその自信がなくなっていくわけなんですよねだから自信が高い人はセロトニンがいっぱい流れていてセロトニンが流れて 欲しいんだったらドーパミンを増やしていくっていう感じなんだけど僕たちはドーパミン無駄なところに行動しているから自信がつかないわけよ例えば「よっしゃーやった!」って言ってやる気満々で Facebook チェックするってなってもういいこと起こるかって言ったらあなたの自信にはつながらないわけよでも自分が本当にやらないといけないことだからビジョンっていうのは大切なんだよみんなねビジョンプログラム自分のビジョン本当にやりたかったことに向かって無理だと思ってるんだけどやってみようってなってね限られてるエネルギー限られてる自 人生の時間の中で本音として自分が本当にも,もしあなたがどんなお花にもなれるんだったらどんなように咲いていきたいどのようにね飛んでいきたいどのように輝いていきたいっていうチョイスがあって周りの人はダメだよって言ってるんだけどよっしゃ僕これ本当にやってみるぞってやって,やってみるとそこにドーパミンを使うわけよ。ね怖いけど。 ワクワクっていうのは楽で安全なことなんじゃないわけよ。ワクワクっていうのはできないかもしれない。だから怖い。そのワクワクも入っているわけよ。ね。で、本当に自分がやりたいっていうことをやって、ね、Facebook 見ることが本当に人生でやりたいことなの。朝起きて NHK 見るとか、朝起きてね、ニュース見るのが自分が本当にやりたいことなの。そこでドーパミンを使わない。だから10分経ったら見ていいよって自分に言うと。 でどこで使うのって言ったら本当によっしゃってここでやったら自信がつくことそうやって僕たちは自分を変えていくんだよって僕は本当に思うんだよね本当に僕は思うんですよそうやって私たちは自分を変えることができるねで本当に脳科学的にそういうドーパミンとかをうまいところにね自分の限られているレベルをその行動力に使ってやれない無理だっていうところによっしゃって行動をとってそれができるよっしゃできたぜって何がつく 自信がつくでしょこれ、偶然ですかこれ、セロトニンなんだよ。セロトニンが流れると、打たれ強くなるんだよ。鬱になったら、SSRI っていうセロトニンがもっと流れるような、ね、薬を飲むんだよ。打たれ強い人は、行動。 どういう行動やってんの ?Facebook いつも見てる YouTube いつも見てるゲームやってるそういうところじゃなくて自分がチャレンジ本当は怖い本当は逃げたい本当はやりたくないんだけど私が本音で本当の音って書いて本音でいる、ね、僕の本当の固有振動数、ね、それで生きるためにだからもしなんか YouTube みたいなとかなんか そういういねなんか自分を本当に変えてくれないこと Facebook 見たりインスタ見たりとかそういうのがあったら10分待ってみてねすると自分のエネルギーをセーブして本当に自分,とこ自分が大切だって思うところにちょっと流して1ミリでもいいからすると、ね、僕たちは本当に永遠に変わってくるよねちょっとしたちょっとした行動をとってちょっとしたセロトニンが流れてちょっとした自信がついていって ね、やっぱりね、列車、僕たちは列車みたいなものだから、ね、脳の中にも習慣があって、いつも同じことをやっていいつも同じところに、ね、進んでいる、ね。列車っていうのは急に曲がらないよね,ね。列車っていうのは1ミリずつ曲がっていくこともあるから、心配しないで、そうやってぜひこの方法を試していただければ、ドカーンと自分の人生に効果が出てくると思います。All right、じゃあ最後にね、締めでこのボーナスです。Okay、まずこの10分。 立つ怠けていいよ10分経って本当に Facebook 見たいインスタ見たいテレビ見たいって言ったら10分経って本当に見たかったら見ていいよっていうのが1つね5秒の法則っていうのがあります何かやりたいなと思ったらもう考えず5秒以内で動くそうするとその情報が脳のねその考える部分に行ってないからねあこれ無理だよねとかそれ私今じゃなくて後でいいじゃんってそう考える前にも行動を取り始めちゃうわけよねで行動が取り始めるともうその流れにエネルギーに乗っているからその波に乗っているから、ね、この2つで10分の も,遅くもし本当に自分がこれやらないといけないんだと思ったら10分だけでいいから。 ね、それを続けてていってください10分でもいいからできるようになると今度、自信がついてくるで。するとこれ20分できるじゃん、40分できるじゃん、50分できるじゃんってなるんだけど、ね、急に自分のなんか掃除とか何でもいいよ自分が本当にのビジョンとかね、ビジョンで自分が本当にやりたいなってこれやったら人生絶対良くなるなっていうのが怖くてやりたいんだけどそれをいきなり50分とか3時間とかでそ,れもそれやりたいんだったらやっていいよ、別に。ね、でも、ね、本当に自分がああ、もう無理だって逃げたいっていう時もうやばいなってなってる時は10分だけでいいから。 ね、10分経ったら20まで出せって、ね、それを繰り返していく一人じゃないからこういう旅は、ね、怖いんだけど、ね、必要な旅だと思うから一緒にやっていこうぜ Alright, love you guys so much and I will see you next week! じゃね